来年トイスピットでの、ライブがありますけれども、高松さんから見てこうどのようなライブになりそうかっていう見通しありますでしょうか。前回の初めてのツアーでこうどんどんこうバンドとしてこう高められていったところがあったんですけど、個人的にはそのあと5本ぐらいあったらよかったなって思うところもあったりして、なのでもちろんそのツアーがあってすごくいい状態で挑めたらいいなっていうところはありますね。熱量というか。ツアーを経たことでバンドのその進化っていうのはきっとトイスピットで見られるっていうことですよね。そうっすね。でもちょっと時間空いちゃったんでまた元に戻ってたらどうしようみたいな不安は若干ありますけど、ちょっとツアーから、まあ、数ヶ月間があるので、うん、逆に自分たちを見つめ直すじゃないですけれども。そうですね、もちろんそういういい部分もあると思うので。お客さんに期待することってあるんですか。お客さんに期待することは、誰がどうであれその自分の好きなように、まあ、人に迷惑のかからない範囲で楽しんでいただけたらいいなと思ってます。高松さん自身もそのトイスピットに向けて、まあ、自己研鑽を重ねて、はい、行ってらっしゃるわけですよね。そうですね、はい、それはもちろん。プチブラバンソン、これからどうなっていくのかっていう将来像みたいなものは、はい、高松さんの目からどう映っていますか。そうですね、まだこうアルバム1枚出してツアーを1本やっただけなので、これからバンドがこうどういう方向性に進むんだろうかっていうのは僕も見えてはいないんですけど、まあ、ただやっぱりすごくかっこいいこととかすごい体験とかは絶対にこうできるんじゃないかなと思ってるので、そうですね、僕もすごく楽しみにしている感じですかね。高松さん個人のプチブラバンソン内での目標みたいなありますか。目標ですか。もっと皆さんと仲良くなりたいです今も仲いいわけですよね。まあ、まあ、僕は、まあ、このバンド内で一番年下なので、まあ、やっぱりそのそうですね、先輩方にはこう恐る恐る近づいていってる感じですかね。やっぱりプチブラバンソンはその一時的なプロジェクトではなくて、はい、もう本当にバンドとしてこれからもやっていくという見方でよろしいんでしょうか。僕はそうあってほしいなと思ってます。他のメンバーにですね、はい、期待したいこととか楽しみなこととかこれからありますか。そうですね、もっと僕と仲良くなってほしいですね高松さんに期待したいこと楽しみなことありますか。猫以外のことで喋ってほしいですね喋ってますけどねさっきも喋ってたんですけど、なんか もうちょっとなんか好き勝手やってくれてもいいのになっていうのはありますね、はい。2023年以降、まあ、期待と展望というところで何かお言葉いただけますでしょうか。駆け出しのバンドなんで、とにかくたくさんライブをやっていろんな人にこう聞いていただきたいなという一心でしょうか。丸くならず、とりあえずまだ尖っていけると思うんで、もっともっとこうとりあえず刺激的なバンドでいたいなっていうのはありますね。